よし。よし、結び終わりました。だいぶ硬くなってますね。なんか見た目もかっこいいな。ワイルドになりましたね。いいかも、いいかも。いや嬉しい、めっちゃええやん。落ちない、ほら飛んでかない。おー、よっしゃー、オッケー。久しぶり。これよいしょ、 OK。 気持ちいい。じゃーん、今日の収穫です。樹皮に綺麗な白木をゲットしました。これで素材が揃いました。これから三内丸山遺跡で発掘された縄文のポシェットに近いものを今ある技術で作っていこうと思っているんですけど、縄文のポシェットの何がすごいって、一本一本の素材、テープ状になってる木の皮の太さとかがすごく均一なんですよね。でも結構綺麗に取ったつもりでも、結構厚みが違ったり、こういう節があったりとかして、結構一枚一枚素材の色が違うんですよね。でもやっぱりあの目が詰まったポシェットにするにはできるだけこういう部分を回避して均一で綺麗なテープを作っていく必要があります。あー綺麗に裂けない。うえ、一本できました。内側がほつれちゃったりしてますね。だいぶテープの作り方慣れてきました。大事なのはなんか先に切り込みを入れることですね。できるだけまっすぐ切り込みを入れていきます。下に石を敷かずにこれを裂いていくと、よし、テープになりました。最初のと比べると最初のがこれだから汚すいません。最初に作ったのが下で、でさっき切り出したのが上なんですけど、全然違いますよね。こんな感じでやっていきたいと思います。
樹皮のテープをあるだけ作ってみました。編み方なんですけど、縄文ポシェットの何が特徴的かと言いますと、これちょっと前に僕らで作った樹皮座布団ですね。これ見てもらえると分かるように、この、縦線と横線がですね、一個ずつちゃんと入ってますよね。この横線を見ていくと、一個潜って一個越えて、一個潜って一個越える、こうやってこう交互にこう組み合わせるのが、まあ、一番オーソドックスな組み方で、縄文のポシェットはですね、これ1個ずつじゃないんですよね。2個ずつ飛ばしてるんですよ。それでちょっと模様が違うんですね。この柄をちょっと頭に入れてもらいながら、縄文のポシェット的なポシェットを作ってみたいと思います。1個目が真ん中に2個超えましたね。1個潜って2個超えて1個潜る。なので隣は1個ずらして、こっちから2個潜って2個超える。ちょっとここまでだけだとイメージが、まあ、正直僕も全然できてないので、底面を作りますね。これが底面です。お、綺麗じゃないですか。2個超えた。2個潜って2個超えて2個潜って、あ、とんでもないことになってる。これ一旦あれかな、紐とかで固定した方がいいのかな。ああもうぐちゃぐちゃですよ。ぐちゃぐちゃですがな、ぐちゃぐちゃです。オーマイガー、くさで、いやー待って、どうすればいいんだこれ。ここで固定はできた。もうちょっと固定もできる。こう持ってくれる人がいるとなんか組めそうな気がするな。いやにしてもな、にしても太いな。これで2目ずつ飛ばして固定なんかできないな。全然頑丈じゃない気がする。おはようございます。今週末は切り出したテープ状の樹皮がですね、ちょっと分厚すぎたというところがありまして、なんとかこれをさらに半分にですねカットしていきたいと思います。11、12、13、14、15、16本、はい、縦芯が16本できました。で、横芯がこんぐらい。足りなかったらこれは足せばよくて。よし、ようやくできるぜ。底面できました。よし、できた。いいですね、底面がずれません。こっちの方が形近い気がするな。こっちにしよう。今までで一番手応えを感じます。見えますか、ここ、ここ1段目です。1段目がようやくかかりました。
できた、できた。じゃーん、ポシェットができました。美しい。口はこんな感じです。あ、ちょっと隙間がありますね。ご愛嬌です。乾いたらもっと開くんでしょうけど、まあ大丈夫でしょう。乾いてきてね、質感も落ち着いてきました。でもね、長持ちしてくれるかちょっと怖いので、当時の人もやってたか分かりませんが、このこのくるみをね使って、くるみはね油がめちゃくちゃ含まれてるんですよ。このくるみ油をこいつに塗って保存状態を高めるという、そういう加工をしていきたいと思います。よいしょっと、よいしょ。ああ。わあ、綺麗に剥けた。お、気持ちいい、気持ちいい。この粉をですね、ギューって指でつまむとすごい油が出てきます。わかりますかね。この油を塗っていく。いけてるのかわからないけどまあやんないより絶対いいだろう。やんないよりは絶対いいよ、これは。どうでしょう。僕から見ると結構ツヤが出て、なんかあの生きてた時のオレンジ色っぽい雰囲気に戻っているんですが、はい、紐ができました。はあ、できました。かわいい。ナイフとか入れちゃったりして、くるみの実とか入れちゃったりして、10、11、12。